はい、どうも、タレです。はい、今回は、こちら、オイボというメーカーの任天堂スイッチ用、ジョイコンプロコン充電スタンドの、開封&実際使用してみた感想動画となります。はい、この充電スタンドは、Amazon のブラックフライデーセールで、定価2699円を 41% オフの、1600円で購入しました。セールが終わった現在ですと、2000円で販売されており、2021年12月25日まで 10% オフのクーポン適用で実質1800円で購入することができます。はい、特徴としましては机の上に置きっぱなしでごちゃごちゃしがちなジョイコンやプロコンをひとまとめにして収納しつつ一気に充電もできちゃうというところですね。なお収納スペックはプロコン1つ、ジョイコン最大4つまでとなっております。はい、では早速開封の方していきたいと思います。はい、説明書ですね。USB-C ケーブルですね。はい、本体が出ました。ではじっくり見ていきましょう。黒のボディということで、どんな色のジョイコンやプロコンもマッチしそうですし、机の上で自己主張しすぎず、ちゃんと馴染んでくれそうです。非常にコンパクトですが、安定感と耐久性を持たせるために、ちょっと重さがありますね。260g だそうです。はい、さらにひっくり返しますと、台座の裏のこの部分は滑り止めになっていて、より安定感が得られる作りになっています。前面にあるこちらのパネル部分、インジケーターになっており、充電中の各コントローラーの充電状態が一目で分かりやすいように LED が点灯される仕組みになっています。はい、そしてこの大きなくぼみにはプロコン充電スロット。後方にはジョイコン充電スロットが4箇所となっております。さらにこちらには、Type-C ポート搭載で、公式の AC アダプターを使って、2つのジョイコンを2時間、プロコンを4時間で、高速フル充電できますし、スイッチ本体をドックで充電しつつ、ドックから Type-C USB ケーブルを伸ばしても、充電できるようになっています。はい、そして後ろには、電源のオンオフボタン。はい、この手のガジェットは、電源つなぎっぱなしが多いので、使わないとき、いちいちアダプターをコンセントから抜いたり、USB ケーブルを外したりと面倒なので、オンオフボタンがついてるのは地味に嬉しいですね。はい、それでは実際に収納&充電してみましょう。まずジョイコンから差し込みます。はい、こちら前面のインジケーターを見てみますと、現在赤く点灯されていますが、充電完了すると緑に点灯します。はい、そしてこちらプロコンを差し込んでみましょう。はい、同じく前面のインジケーターを見てみますと、はい、プロコンのマークも赤く点灯されましたね。こちらも充電完了すると緑に点灯します。はい、まあ、この正面のインジケーターから一目で後ろのジョイコンの充電状態がチェックできるのは非常にポイント高いですね。はい、ちなみに、有機 EL モデルのジョイコンも、問題なく差し込んで充電できます。はい、ただ説明書きされてます通り、ファミコンタイプのこちらのコントローラーは、奥まで刺さらず、充電できませんでした。まあでも、その場合は、このように、ドックに挿した本体で、ファミコンコントローラーは充電して、他はこの充電スタンドで、一気に充電しておけばいいので、まあ特に問題なしだと思います。はい、まあ、さらに、携帯モード専用の、グリップコントローラーも、結構置き場所に困るのですが、このスタンドに収まるのでしょうか、試してみたいと思います。
ダメでしたね。サイズが合わなすぎてそもそも入りません。はい、ということで、こちらご覧の通り、非常にコンパクトにまとまりますね。机がスッキリして、使えるスペースが広がりました。スイッチは、その名の通り、テレビモード、テーブルモード、携帯モードと、場面場面でスイッチして、ゲームをプレイできるハードなので、その場面場面での使いやすさに合わせて、ジョイコン、プロコン、グリップコントローラーを使い分けようとすると、やはりゲームスペースは、コントローラーや充電ケーブルで、ごちゃごちゃしがちになってしまいます。はい、まあ、そんな問題を、このジョイコンプロコン充電スタンドは解決してくれました。はい、今回購入して本当に良かったと思います。はい、ということで今回はこちら、オイボというメーカーの任天堂スイッチ用ジョイコンプロコン充電スタンドの開封&実際使用してみた感想動画でした。以上となります。私のこちらの動画、いいと思ってくださった方はグッドボタンをポチっていただきまして、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、それではですね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またですね、別の動画でお会いいたしましょう。それではまた。はい、ちなみにこちらの充電スタンド、本体も充電できそうですが、どうなんでしょうか。まあ、ちょっと実験がてら、チャレンジしてみたいと思います。はい、まずスイッチから。はい、まあ、一応充電できますが、やはりそれ用に作られていないので、不安定ですね。はい、まあ、ちょっと下手すると、この充電スロットが折れてしまいそうなので、やめておきましょう。はい、スイッチライトも同じですね。一応充電できますが、不安定です。やめときましょう。